おはようございます。昨日の夜沖縄入りまして、現在朝の8時20分前、眠いです。今日から、2日間ちょっと撮影をしたいと思います。まあかっこよくなりますよ僕は。こんなところにやってきた。まあさっきの俺とは別人でもうね、起きて5時間ぐらい経ちましたからね。こんな遠くないな。でももうシャワーをですね、かれこれもう5回ぐらい浴びまして、歯磨きも5回ぐらいしまして、まあ取り直しなんですけど、もう1日いやもう5日分ぐらいシャワー浴びたんで、もう元気です。逆に疲れました。シャワー浴びすぎて最初冷たくて出なかったんですよ、お湯は。で、こう、ふぅってなっちゃって、こう、呼吸みたいになっちゃって、大変でした。チョコレートとか溶けてるね。チョコレートこっちにね、入れたんですけど、氷ゾーンがあるんですけど。ひどいわ、これ。このありさま。あ、こいつギリギリだな。見てください、これ。うわ、溶け溶けやな。うまい！はい、すいません。まあ、こんな感じで。では、かっこいい翔太くんにズームイン。やばいっす。沖縄っぽくなってきた。沖縄っぽくなってきました。沖縄でこの長袖はちょっときついかなと。今日は31度、湿度 75% ぐらいの蒸し暑い中、僕はこの真っ白の衣装の帽子を今から料理をします。しかしながら残念ながら暑すぎて顔から汗がつかってしまい、ひげが落ちてしまいました。こんなこともあろうかと、誰もいませんけどね。一旦ちょっと待ってね。はい。ちょっとね、思い出してやっぱあと水に入れると、あ、こんなだったみたいな。はい、やっぱり一足でね、一足は本当もうスタートだけど、うん、やっぱこの超超広いこの青空にね向かって走るお礼様みたいな。今日はラストデイです。昨日一日撮影いかがでした？昨日はですね、結構朝は早くから夜遅くまでやってたんですけど、疲れたっていうよりは本当あっという間で、あっという間に一日が過ぎ去ったってことは楽しかったってことなんじゃないかと思いますね。ここはどうやって来たんですか？これで来ました。睡眠薬を飲まされてこう気づいたらここにいましたっていうのは嘘なんですけど、普通に寝てしまって、移動中寝てしまって気づいたら船に乗せられたと思ってました。そしてここのボロッチ海辺にやってきましたけど、ここで何が起こるのか私には全然見当がつきません。何をさせられるのでしょうか。こう動きたい。そうだよ、昨日はインドアで今日はアウトドアだからね。肉体系ですよ。肉体系。ガンガンポンポン。もう力でね。終わりました。撮影。ただいま9時半。すべての撮影が終わりました。今回は街並みというよりは結構こうちょっと雰囲気のあるような施設というか建物で撮ったり、こうもう廃線もう使われてない船で撮ったりとか、結構もう本当にかっこいいところがたくさんで、僕にはもったいないんじゃないかっていう部分が多少じゃないな、いっぱい本当にとてつもなくかっこいい絵にはまりきれてるかどうかちょっと不安なんですけども、まあそこは監督の力でうまくはめてもらって、皆さんにも楽しんでもらいたいなと思いますね。まあ、自分も本当に一番楽しみにしてますんで、出来上がりをみんなも同じような感じで、バカな素人がどんな風に格好をつけてるのかなっていう風に、まあ、まず特典映像の方から見てもらってからね、本編に入ってもらえれば多分こう、あ、こんなバカな素人がこんなことできるんだみたいな、ちょっと感心もしてもらえるかなと思いますんでね、その辺も楽しんでもらえたら嬉しいです。
では、ゆっくりお楽しみください。どうぞ。